マサムネなんちゃらじんって書いてるよ。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん見てるくるぶしです。サラちゃん見てないくるぶしです。そんなこと言いなくなって見てるってきっと。今日もくる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 でお送りいたします。あれ髪切った。はい、今回はですねちょっとうちに戻ってきたんですけども今回はですねちょっと前に、モンスターエナジーですか、うん、最高、あれから解禁されてパイプラインパンチ、バイブラインパンチ、クリトリスパンチ抑えてるみたいなこと言ってたけど、もう無理。ドリンク系この間もやったんですが、うん、今回のドリンクはですねちょっとこれ何なんだろう、どんな味がするんだろうなっていう、ドリンクを、3つ買ってきました。やめましょう。編集しやすいなぁ。ご紹介していきたいと思います。こちらです。謎のドリンク三兄弟。中国系の、食品が売ってるところにドリンクが、何種類かあって、と一個ずつ見ると、何？戦争蜜？仙人の草の蜜ね。うん。タイザンって書いてあるね、メーカーが。なんかゼリーも入ってるってことね。気持ち悪い。いやちょっと怖い。もう一個がなんかちょっとね売りっぽいやつが。もうこれは怖いわ。これも、タイさんやね。メーカーが。冬瓜茶って書いてあるよ。あれかな、白い冬瓜かな。ああそうじゃない、冬瓜。冬瓜は冬瓜なんじゃない。体に良さそうな。森夏インピーって書いてるで。盛る夏の飲む品。あ、精が出る感じなのかな。めちゃくちゃ美味しくて、めっちゃ元気になるやつがどれかあるかもしれないし。でもそれで言ったらこれじゃない。こいつ。こいつですか。うん、じゃあこちら問題作。パッケージが狂ってる。ココナッツミルクジュースって書いてある。俺あんま得意ちゃうなぁ。あ、ココナッツミルクが好き。ちょっと待って、しかもさ、プルタブ、開けるとこ、まあ、このタイさんのやつはさ、どっちも、まあ、そのよくある今のプルタブですけど、はいはい、これさ、昔のさ、ヒッペガスタイプのやつよ。もう外したやつ。じゃあ3種類、飲んでいきたいと思いますんで、それではいきましょう。せーの、レディーゴー。最初、こちらの、パイプラインパンチから戦争蜜みたいな名前の。怖いわー、これ。プルタブがすっごい奥まで詰まって、爪が剥がれそうになるやつや。ええ、じゃあ、どんな色なのか、じゃあ、ちょもちゃん。ちょっといいですか、うん、うわーもずくみたいな。これさ、ゆるい、もう死ぬほどゆるい。ちょっと待って、それ以上言わないで。この色はいかんぞ。喫煙所の、タバコ汁ね。のタバコ汁。しかもさ、これ振ったらよかったんかな。入ってるやつだっけ。うん、これ全部出してみますよ。量が結構ある。おもちゃん、今日飲むね。あ、もう行って。おもちゃん、逆になんかそのゼリーみたいな。やばい、こっちゼリーまみれな。せーので行こう、もう。うん、ちょっと匂い。ああ、匂いはね、悪くない。悪くない。黒飴の匂いする。そう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 。行きましょう。ルルソース。決してまずくはないけど、本当黒飴の味。粒どうなんですか。粒もまずい。めちゃくちゃまずくないから、一番リアクション取りにくいやつ。そうね。おばあちゃんとか飲んでそう。あー、もうババアが好きそう。ザ・中国のジュースって感じな感じですね。おう！次はこちら、冬瓜茶。これは全然なんかちょっと美味しそうな感じ。そう？うん。深い。マジで、マジでこれさっきより深いこれ。お、すごい。あー、お茶やな。お茶ですね。見た目は全然お茶。さっきのは完全にゆるいあれでしたけど。ルネソース。うわ、もう俺ちょっと匂いであかんかった今。俺もうすっごい、
俺今飲んでないけど、うん、匂いでちょっと今も体が拒否反応起こしました、ね、おー俺もびっくりした。すごいねこれ、あんまお茶ちょっと冬瓜だけの甘さなのかな。絶対嘘やろ、すげえクッキー汁やんこれ。クッキーの本当風味と味、俺さっきより嫌いかも。俺どっちも嫌いやな。俺これマンションの下に缶捨てに行くのやだな。こいつ何飲んでんだって思われるの、こんな蜜。じゃあ取り行きましょうか。ちょっと待ってな、飲むわ。マジですか、すごいね。俺取りたいって言ってたけど。じゃあラスボス行きましょう。はい、これなんて読むかな、ゆたいパン。夢の共演。いけた、いけた。懐かしいわ、この剥がしたやつ。こういうタイプね。そう、昔のやつよ、完全に、うん、その縁に浮いてる色だけでも俺一番飲みたくない色やわ。我慢汁。我慢汁にしては濃いね。じゃあちょっと行きましょうか。私今冬瓜茶だいぶ引きずってるんですけど。ランキングも決めましょうか、おすすめランキング。ない。ゆたいパンみたいな名前のドリンク、いただきます。じゃあルネサンス。喉がざらつく。ハワイの感じの缶だったら俺まだ飲めたかも。こんな気持ち悪い女の缶でこのミルク感やね。気持ち悪い女。この缶でさ、ココナッツミルクで飲める？皆さん決してまずくないよ、ココナッツミルクとしては。ちょっとザラッとしたココナッツミルク、うん、ちょっと3種類飲みましたけど、ちょっと俺はもうこの子たちに順位をつけることはちょっと不可能なんですけど、くるちゃんもし行けそうなら、おすすめ順位は、おすすめ順位、もう無人島でこれしかない。あ、なるほどね、究極の状態でってね、うん、ってなったら、うん、俺は死にます。ランキングなんて